ットワングランプリ最終戦、いよいよスタートです。栄光を手にするのはどのチームか、ぜひ。すいません。ために食らえ、バッサン。うん、いい感じだね。シャドウ任せた。シズラ例の方、さあチャンスです。アリエスさん
星の力を貫いて。周回ですか。いよいよ勝者が決まるわけね。このままマクシムが逃げ切るか、アスランが再び抜き返すのか。まさに手に汗握る展開ですね。まさかここまで見せ上がるとはな。一瞬たりとも目が離せません。うん、こっちまで緊張してきたよ。私も Z1 を見始めて長いが、ここまで熱い勝負はいつぶりかね。おばあちゃんにそこまで言わせるなんて、まさに最高のデッドヒートね。おじさん頑張って。あと一息、ゴールラインは目の前よ。このまま優勝すれば4連覇か。ち、許したわけじゃねえが。ここで仕掛けるんだ。さあ、どっちだ。
おじさん？マジかよ。
度はマクシムがアスランを追う展開か。まさか。蹴るな。さあ、誰だか知らないけど、尻尾を見せなさい。え、間違いない。今手にしていたものは、そんな、まさか彼だったなんて。というわけで、犯人はマクシム・ルーガンその人よ。なぜ自分の命もろとも後輩の命を狙っているのかはわからないけど。今全ての Z1 カーがスターティンググリッドに並びました。ここでなんとシェリド皇太子殿下から伝言とサプライズプレゼントがあります。カルバードに、そして Z1 グランプリに栄光あれ。
これは驚いたな。まさかこんなものを仕込んでいたとは。うわー、綺麗すごいわね。皇太子さんもやるじゃねえか。おっきな花火、本当に綺麗です。豪勢なもんだぜ。それにしてもよく間に合いましたね。サプライズの花火だと。それもエルザイムの皇太子からと。そこまでよ。貴様を爆発物使用未遂罪で拘束する。なぜそれを知っている。だが万のやつ、よくもこんな土壇まで無茶な注文をしてくれるものだ。ともあれ、シェリド殿下には名前を貸してくれたことを感謝しなくては。ええ、ギルドからも改めてお礼を言っておかないと。あとはこれはこれでいい土産になった。さあ集中だ。お宝ゲットよ。おばあちゃんの方は限定的な変身だったが、まだまだ衰えちゃいないもんだね。って、なんで現役の私より手際がいいのよ。万事うまくいったみたいだね。残るミッションはあと一つか。はい、このまま最後までレースを見守りましょう。あとはお願いします。バンさん、ついにレースも大詰め、ファイナルラップ。栄光を手にするのは赤い流星か、若き新星か。マクシム先輩、今日こそあなたを超えさせてもらいます。アスラン、本当に腕を上げたな。だが恨んだよ。マクシム選手、アスラン選手をブロック。まだ起爆スイッチを。どうした、故障か。マクシム選手スピードダウン、強引に行き過ぎたか。ぶつけるまでだ。さて、一丁やるか。あそこから押し返されるとはな。だがここから直撃するのは無理だろ。優勝争いの2人がまさかのコースアウト。安否が気になるところです。先輩、赤黒いオーラに
異常な身体能力。最初からチャンピオンが侵食されてたってわけかよ。向かった先は関係者の駐車場か。こっちも急いで車を出さねえとな。どうしても通から乗せはしたが、危険と判断したら降りてもらうからな。ええ、分かっているわ。マクシムおじさん、あの野郎、一体何が。カトル、準備できたのか。うん、なんとか向こうの車載通信機につなげられたよ。リゼットさん、通話の共有化は準備できたかな。プロセス完了です、カトル様。ありがとう。それじゃあ通話を開始するよ。聞こえるか、チャンピオン。なんだ。悪いが、通信機をハッキングさせてもらったぜ。一体なんでこんなことをしてんのか。ちょい君たちには関係のない話だ。私が相手でも言えないかしら。無理をする必要なんてない。僕が全て解決する。だから先輩目を覚ましたか、貴様の下道な行いが。ポーレットたちを。何を言って。とにかく話は終わりだ。これ以上後を追うのはやめてくれ。くせ、通信機を叩き壊しやがったか。ポーレット様、傷ついている。心当たりあんのか。いいえ、それが全く。ディルク記念公園。奴にとってのこだわりの場所ってわけか。それでこの先のことなんですが。ええ、私たちはここにいた方が良さそうね。けど。残念ながユメ、さすがについていくのは危険だぜ。ユメちゃん、どうか心配しないで待っていてください。私たちがちゃんと無事にマクシムさんを連れて帰りますから。アニエスちゃん、フェリちゃん、うん、わかった。さあ、改めて向かうわよ。森林区画は入って左手でしたね。ああ、去年の秋頃にチャンピオンの依頼で訪れた場所だ。手遅れになる前に追いつかねえとな。